どうも、うずです。今回はちょっと商品の紹介であると便利だなっていうアイテムの紹介をしたいと思います。今回は提供品です。で、そのアイテムちょっとね、見るとなんだって思うと思うんですが、でん、こちらです。タックドローっていうのかな。こちら簡単に言うとベルトですね。ベルトにこう引っ掛けて使うようなアイテムなんですが、つける位置は人それぞれだと思うんですけど、こんな感じです。ここにね、ベルトに通して、まあ、引っ掛けられるんでくっつけます。で、こちらが、ここアタッチメントがね2つあるんですけど、このピンクのところ、スイッチみたいなところ押しながらレバーを引いてあげると、こちらのアタッチメントが取れます。で、これ分かりますよね。あのよく三脚とかについてるネジ、これをカメラにくっつけます。で、こちらつける時もこれでくるくる回してもいいんですけど、ここにちゃんとね、こう輪っか、これがついてます。輪っか、これでしっかり止められる、これいいよね。で、取り付けられたらこれを簡単にここに引っ掛けられる。これ楽でしょ手開くよ。ただまあね、こうつけるとこれがこう出っ張っちゃってるから、移動するときになんか物にガチンって当たるのがちょっと怖いんですけど、まあどこかこうどうしてもね、撮影をするってもう決めてあって撮影してる、まあカメラとかね、一眼とかムービーとかで、その中で撮影してて、どうしてもね、両手を開けて何か作業したい時って出ると思うんですよ。その時にはすごい便利だと思います。で、外す時もこれ簡単。さっき言ったみたいにこの赤いところを触りながらこれで抜ける。もうすぐ抜いてすぐ使える。で、アタッチメントの方がしっかりこれレバーでね固定されてるから、急に外れることもない、心配ない。で、実際こちらのプロテクター部分なんですけど、ツヤというかデザインというかね、ここも悪くはなくて非常におしゃれかなって思います。で、金具部分もね、すごいしっかり作られているので、なかなかね、安物感はあまりないです。本当になんかすごい素材しっかり作られてる感じがします。で、何度も言って申し訳ないんですけど、ここのレバーが2段階式の固定になってるので、すごくね、こう、がっちりはまってて勝手に外れないっていうのもすごいポイントですよね。で、このアタッチメントのこれも方向はね、横立てとか関係ないんですよ。どの向きでもしっかりはまるので、その辺は気にせずにね、使える。うん、いい。ということで今回はね、ちょっとこのアイテム、まあ目的がね、もうそのため、あの腰とかね、おけつにね、一眼カメラとかムービーとかをカチッと止めて、あの両手を開けるためのアイテムということで、本当にシンプルなものなんですが、こういったものが必要かなっていう人にとっては非常に有効なアイテムだと思いました。だから私もあの外行って、例えばね、普段は、まあ、ちょっとこれは大きすぎますけどね、これつけるにはさすがに脇にはちょっと怖いんですけど、まあ、カメラって普段ほらこうして肩に必ずかけてるじゃないですか、移動中とか。だからそう考えると、まあ、これだとね、ちょっとこうなんか作業するとき下向くときにとかさ、あのカメラがなんか机当たっちゃったりとか怖いじゃない。まあ置けばいいって話なんですけど、そうじゃなくて外でこう下にね置いとく場所がなかったりするとき、まあ、こちらの商品があれば、まあね、おけつとかね、脇とかにねつけておいて、両手開けて作業ができるっていうのは非常に魅力あるかなと感じましたよ。ということで、まあ専門的になってしまうかもしれないんですけどね、こういうアイテムが欲しいっていう方は下にリンク貼っておきますので、そちらの方から飛んでちょっと確認してみてください。ただ万人におすすめかっていうとね、正直な話、万人におすすめとは言い難いかな。うん、必要な人は必要っていうアイテムだと思います。これちょっとイメージ画像で見ると面白いよね。なんかガンマンがやっぱりこう腰につけるようなアイテムをイメージしてますね。こういうところはちょっとかっこいいなって思いますけど、本日はちょっと提供していただいた品物の紹介をさせていただきました。普段はこういう商品の紹介だけじゃなくて、いろんなものを動画に上げてますので、他の動画もいろいろ見ていただいて、気に入ったものがあればぜひ高評価の方をお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。